平野ノシの新たなる挑戦、ジュリー氏との衝突からのニュームバー・アイ・指導。平野ノシ神宮ジングージ・ユタ、シ・ユタによる新グループニュームバー・アイの指導が、11月15日に発売されたファッション誌、ナイロン・ジャパングローブル・イシュー・04で大きな話題となった。本記事では、最新の平野氏用のインタビューをもとに、 彼の金プリ脱退の背景やヌームは、愛の新たな方向性に迫る。金プリ時代の背景と脱退理由、ナイロンのインタビューでは、金プリ時代と異なるアーティスト路線の写真やアートが掲載され、平野仕様の強いシーンが伺える内容となっている。 過去の金プリ時代において、グループの海外進出を目指していたものの、それが叶わず目標を失い、旧ジャニーズ事務所の映像路線との衝突が、脱退の理由とされています。ジャニー北川氏の悲願であった海外進出を実現しようとした平野、神宮寺、騎士は、前社長の藤島ジュリー恵子氏に不満を抱いていたと報じられています。 ジュリー氏が進めていた映像路線に対し、平野が絶対のだったことが脱退の一因と考えられています。ジュリー氏との対立インタビューでの人従事の発言によれば、平野はゼロか100しかないと表現され、インタビュアーから勘を取ることが許せないと質問されると平野は笑顔で、はい、けんと即答していた。 これが平野の強い信念を示すものであり、映像路線との対立が脱退につながった可能性が浮上しています。ジュリー氏との面談がなかなか叶わず、叶った際も真剣な話を聞こうとしなかったと報じられています。この対立が金プリ脱退の大きな要因となり、平野氏用が新たな挑戦を決意した背景と考えられます。 地上並バラエティからの距離と YouTube への視点報道によれば、平野はジュリー氏の進めていた映像路線に否定的であり、その姿勢が金プリ脱退につながったとされています。一方で、現在の平野は地上並テレビ、特にバラエティ番組には出演しない方針を示しています。ジャニーズ事務所を離れた彼が新たに目指すのは、YouTube 番組の制作です。 芸能プロ関係者によれば、平野は実験の YouTube が好きで自分でも実験をしてみたいとコメントしています。また、n ー w b ー r I はすでに YouTube チャンネルを開設しており、YouTube 番組の制作にも前向きな姿勢を見せています。 ヌームバー・アイの新たな方向性地上波のバラエティ番組出演には消極的である一方で、ヌームバー・アイは自らの YouTube チャンネルでの番組制作に興味を示しています。これは平野が持つゼロか百かの姿勢と一致しており、地上波とは異なり自分たちがすべてを決定できる環境が魅力とされています。 キンプリ時代からニュームバー、アイはメンバー全員が徹底的に相談し、自分たちで納得のいく形で楽曲やライブ演出を決めてきた。これが YouTube 番組においても継続され、彼らの本当にやりたいことや信念を感じさせる番組になることが期待されています。 平野氏洋がジュリー氏との対立からキンプリを脱退し、新たなグループヌームバー・アイを結成した背景には、映像路線との致やジュリー氏の方針に対する不満があったことが浮かび上がります。しかし、その一方で平野は自らの信念を貫き、地上波から離れて YouTube での新たな挑戦を始めています。ヌームバー・アイが目指すのは、 自分たちが納得できる形で番組を制作し、ファンとの交流を深めること。彼らの新たなる冒険に期待が膨らむ。新たな